現場に到着次第上空で要救助者受け入れ準備。仙崎と吉岡は担架の用意だ。はい。クローバー号暗証から滑り始めました。4階車両デッキで火災発生。積載車両が全部燃えますよ。誘爆が起こったら船は持ちません。カンナ、荷物は置いていくんだ。大輔君、また会えるよね。当たり前だろ。この船はいずれ沈没すると思います。時間との勝負だぞ仙崎。はい。車両で切り爆発。乗客を避難誘導中に爆発に巻き込まれ、現在地が分からなくなりました。お腹は大丈夫？船の傾斜角が10度を超えました。無理です。脱出ルートありません。全員撤収させろ。船が沈むぞ。仙崎と吉岡は私の大事な部下です。置いてはいけません。行方不明者の救出は諦めたんですか？仙崎大輔は船から離れました。人命救助もお前らの仕事だろ。せめてもう一度娘の顔見たかったよ。助けてお願い。信じなきゃ。何があっても信じなきゃ。ダメです。俺を置いて先に行ってください。何言ってんのお前。俺はお前のバディだ。要救助者と仲間を置いていくなんて、何のために海上保安官になったんですか。俺たちは4人のために本官全員を殺す気か。撤収を命令するんだ。大輔君は生きて帰るって約束してくれました。心が見えなくて不安ない。彼は私の大事な人なんです。世界で一番大切な人なんです。大輔君を助けてください。見捨てないでください。全てを信じ抜くこと。I promise you。 カンナ、心配かけてごめんな。あのウェディングドレスすごく綺麗だったよ。マジ似合ってた。もうすぐ俺帰るからさ。全員一緒に生きて帰って、そしたら結婚式あげよう。信じよう二人だから。こちら10巻機動救援隊、仙崎たちの救助に向かわせてください。許可お願いします。Limit of Love, Umizaru.